新年の壁面飾りを生かして2月の壁面飾りを作りました。桃の花を満開にしたところには1月の梅の花も使っています。市松模様を外して水仙を貼りました。画用紙の水仙は去年までのもの、お花紙の水仙は今年作ったものです。寒さの和らぎを表すようにぶら下がっていた揺れる雪の結晶を外しています。文字の周りにピンクの桃の花をあしらって出来上がりです。毎年少しずつアレンジを変えています。